ヒロミズムービーセレクションのコーナー、今日も私の大好きな作品を1個紹介したいと思います。こちら、はい、バベットの晩餐会。もうこれ私大好きな作品です。1987年デンマークの作品です。はい、舞台はノルウェーにある、とっても貧しい村ベアレボーっていうところです。そこにとっても村人たちから信頼されている牧師さんがいるんですけど、その牧師さんに2人の娘がいるんですね。はい、姉がマチーヌ、妹がフィリパ。はい、2人は年頃の娘さんなんですけども、もう全然キラキラしたもの一切身につけず、とても質素でつつましやかに暮らしています。そしてこの村の村人たちも同じようにとても信心深くつつましやかに暮らしています。そんなところにですね、村の外から2人の男の人がやってきます。1人はローレンス・チュイ、軍人さんですね。でもう1人がアシール・パパン、この人は歌手ですね。この2人はそれぞれマーチーヌとフィリパに一目で恋に落ちます。彼女たちも心が動いていくんですが、でも最終的には振られてしまうんですね。恋破れ、この村を後にしていくんです。それからまた十数年経ってから、今度は女性が飛び込んでくるんです。はい、この人バベット、この物語の主人公でもありますね。フランスで起きた内戦によって夫と息子を殺されて、命からがらこの村に逃げ込んできた女性なんです。で、姉妹は彼女を受け入れて家政婦として家に住まわせることにします。で、それからまだ長い月日が流れ、こんな感じですね。幸せにこの村でこの3人ここに暮らしてるわけなんです。で、この時にはもうお父さんの牧師は亡くなっていて、この姉妹が後を継いでいるんですね。だけど最近この村人たちが少し心が離れてるというか、こうお互いに喧嘩し合ったりとか、結構ギスギスした感じになっている。で、昔みたいになんとか仲良く戻れないかということで、お父さんの100周年誕生祭を開こうっていう計画をするんですね。そこに村人たちを呼ぼうと。そんな時にバペットが宝くじに当たるんですね。で、この姉妹にバペットはあるお願いをするんですね。それは、そのお父さんの誕生祭で振る舞う、晩餐を、私にフランス料理をフルコースで作らせてくれないかと。実はバベットは、フランスのパリにあるすごく有名なレストランの天才女性シェフだったんです。はい、で、お呼ばれした村人たちは、こんなフランス料理なんかもう食べたこともない、もう贅沢は罪だっていうふうに考えている村人たちなので、黙々とそれを食べるわけなんですけど、食べていく中でだんだんこう和気あいあいと喋り始めて、最後はみんなこう昔のような笑顔に戻っていくっていう。で、最後にバペットがとあることをこの姉妹に話します。それがすごくかっこいいんですよ。もう鳥肌が立つぐらいので、感動してすごく泣きました。どんな人がこのお話を書いたんだろうって、こう男らしい感じの人が作ったのかなと思ったんですよ。理想とかがすごく強い、美学がすごいある、で、男性ってすごい思い込んでたんですけど、はい、この人女性だったんですね。カレン・ブリクセンという女性の方が原作だったんですよ。彼女は本を書くときに英語版と母国のデンマーク版両方自分で執筆してたらしいんですね。デンマーク版はカレン・ブリクセンで、英語版はアイザック・ディネーセンっていう名義で、2つの名前を使ってやっていたようなんですよね。とても不思議な作家さんですね。私これ原作も、はい、読みました。こちら、はい、これですね、バベットの晩餐会の原作。だいぶ前になんですけど、私ブログでもこのバベットの晩餐会を少し取り上げたことがあって、それを読んでくださった方が、この原作もすごくいいよっていうことでくださった本なんですけど、もう本当に良かったです。
大体こういう原作って読んでしまうとこう映画を 見た時にこう、うーんってこう映画思っちゃうこと多いじゃないですか。でもこれはあの本当にあのかなり原作に忠実な作品だと思います。素晴らしかったですね。見終わった後にもう心の中がもう幸福感で満杯になるような作品です。なのでこうああもう疲れたなとか最近ちょっと心がギスギスしてるなとかっていう時に見てもいいかもしれないです。はい、本当に素晴らしい作品なのでまだ見たことない人はぜひ見てみてください。はい、パペットの晩餐会ヒロミズムービーコレクションはパペットの晩餐会をご紹介しました。